静電シールドとは、帯電している物体が、帯電していない物体に、静電誘導が起こるのを、防ぐための処理である。静電遮蔽とも言う。電子回路において、静電気のノイズの影響を受けると、静電誘導により部品、または回路が小動作をする場合がある。静電シールドを用いると、その部品、または回路をアースした導体で囲み、 外部からの静電気のノイズの影響を低減させることができる。静電誘導性に帯電した物体 A があるとき、周囲を中空導体 B で囲むと、静電誘導により導体 B の内側には負の電荷が現れ、B の外側には正の電荷が現れる。さらに外側にある、もともと帯電していない物体 C は、B の外側に現れた、静電荷により静電誘導を受けて、 B に近い側に負の電荷が遠い側に正の電荷が現れる。これは物体 C が帯電した物体 A の影響を受けたことになる。静電シールド次に導体 B をアースすると B の外側に現れた。静電荷が大地に流れて B の外側の電荷はなくなる。すると元々帯電していない物体 C は導体 B からの静電誘導を受けなくなる。もちろん、 物体 C は帯電した物体 A の影響を受けていないことになる。ありがとうございます。